はい、こんにちは。スターウォーズバトルフロント2を今日もプレイしています。最近ね、乗り物にハマっていて、乗り物ばっかり乗ってますね。ダースモールとかボボフェットとかね、使うのもいいんだけど、あとまあスペシャリスト強いんですけど、最近やっぱ乗り物だね。このモードとかでね、ずっと乗り物乗って遊んでますね。結構いい感じに運用することができたので、今回その方法をちょっと皆さんにお見せしようかと思って動画撮ってるんですけど、乗り物はね、やっぱこういうなんかビルの高いところだとなかなか乗りづらいっていうね意見も多くて、使いにくいっていう、ほとんど乗ってるの見かけないんだけど、ちゃんとね運用すればね、かなりプレッシャーを与えることができるんでね、今回その方法をちょっとその方法でプレイしていく。とりあえずね、まあ、1000ポイントぐらい貯めなきゃ乗り物、うえーやられた、あの変なセントリガンにやられたか。まあ、こいつ体力少ないんでね、見られてたら全然活躍できないですよね。とりあえずまずはポイントを貯めて乗り物に乗るところからです。まあなんか乗り物だったら何でもいいんだよね。何でも乗れば強いんで。まずは800ポイントか ?1000 ポイントかわからんけど貯めていきましょう。お、下に降りてきてますね。グレネードを投げれば跳ねて変な方向に行ってしまう。やっぱね、このモードがめちゃくちゃ強いんでね、これ自分の投げたやつか。よしよし、こっからジャンプして降りて、はい、後ろからキルしていく。このモードがね、ほんと強いんでね。で、なんかゴールドカード2枚ぶっ刺してこのスキルを強化しております。だ、多分時間が長いのかな。で、この時間中に敵をキルした場合はまたリセットされるっていうね。まあね、おお、なんか飛んできた。いて。お、これでもう1000ポイント貯まったんで、早速乗っていきましょう。このね、800ポイントの、これで十分です。さあ、これを使って、MVP に、目指せ MVP ですね。まあ、乗り物に乗って MVP 乗ってる人あんま見たことないんでね、今回。で、手順はすごく簡単。上空から、もう急降下して、ただあいつを撃つだけ。そう、あの目標ね。あの目標がね、死んでるときはなんかその辺に適当にこうやって、適当にバカ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 ね、適当にいそうなところに撃つだけでいいです。はい、一発ぐらい当たればね、敵マークされるんで、そのマークに向かって撃てばもう余裕で勝てるみたいなね。さあ、こうやって上から見てって、適当に撃ってみましょう。まあ、こういそうなところをね、適当に探して撃つってのが大事なんで。おっと?今撃てるよ。撃てるときにね、連射するやつ使っていきたいんですけどね。あ、また。鍵マークになってしまった。敵がいるんじゃないか、あの辺。いそうだけどいない。さあ、これの繰り返しです。あ、でも、キル足入ったね。お、キル足2人入った。さあ、敵がいそうなとこを、ぐちゃぐちゃ撃って。まあ、そんなね、毎回毎回キルできるっていうね、やつでもないんで、ね、気長にやりましょう。さあ、情報、お、いいね。今チャンス。こうやって狙ってください。こうやって、めっちゃ連打して、ダメージを与えていく。さあ、また空へ逃げて、方向転換して。まあね、ちょっと敵も、お、ちょっと光ったぞ。あの辺か。あ、いた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 。はい、やっていく。今ので二人ね、やりましたね。上から撃つとやっぱ強いんですよね。一方的に狙えるんだよね。かなりやりやすい。さあ、敵いないか?いなさそう。さあ、また上空へ逃げて。で、警告メッセージ出たら反転する。なかなかね、回復っていうか、鍵マークが、シールドが剥がれないんでね、攻撃できないんですけどね。気長にやっていきましょう。まあ、これだけなんだよね、要は。これを延々とやり続けるみたいな。そう、敵、いないか。いないんだよな、全然。お、なんか、キル足入った。当たったのか。そう、こんな感じでね、なんか、弾当たるんだよね、結構。上から雨のように、雨を降らせておけばね、弾を降る。お、いいね。さあ、この時に、こうやって連打して。あ、なんかこれ、当たってんのか。結構当たってるみたいなんだよね、上から打ってる弾。でかいのかな、判定が。弾判定がでかいのかは知らんけど。さあ、この辺。
ああ、見えない。これね、敵見えたらいいんだけどね。ある程度近づかないと見えないんだよね。おっと、シールド剥がれてる。撃っていく。さあ、どんどん壊すで、あの乗り物。なんか今、いたような気がするけど。墜落しちゃいけないんでね。さあ、またスピードをかっつけて、上空から攻めていく。さあ、敵が？敵いねえな。全然いないな。シールドも剥がれてないし、敵もいないとね、ちょっと暇なんだけどね。これを。お、すごい敵がいる。さあ、上から撃ってみましょう。さあ、倒した。あ、いいね。あれ、味方だったね。撃ってたけど。めっちゃ撃ってたけど。さあ、反転して。上から。お、いいね。チャンス、チャンス、チャンス。さあ、撃て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 。倒して、倒せ。もう結構あれじゃないの。もう。あれ、倒せんじゃないの。かなり早い段階で。相手の乗り物の耐久値を減らしているけど。敵が全然見つかないんだよね。もうちょっとね、上から砲兵を倒したい気持ちはあるんだけど、なかなか難しい。さあ、どうだ。あ、この辺いないか。適当に撃っとくぞ。一応撃っとくぞ。ダメだな。墜落してしまう。まあ、キルログ見てるとね、ガンガン戦闘が起きてる。おっと、チャンス！チャンス！さあ、どんどん撃っていこう。で、反転して、上空へ向かって飛んでいく。もうね、やっぱね、直角攻でね、攻めていくのは、もう敵も狙いやすいんだよね。まあ、上からこうやって攻めると。まあ、一応時間、撃てる時間は短くなっちゃうんだけど、横に平行に飛行するのに比べてね。だけど上からやつも丸見えなんでね、もう大体の敵は狙えるんだよね。すごく狙いやすい。この方法はすごくおすすめです。おいたいた、ほらほらほら。もう逃げようないでしょ、あれも。どこに逃げてもあったでしょ。上から撃っちゃえば。ほんで、キル足も入ると。美味しいですね。さあ、いないか。さて、人にこの辺、雨を降らしていく。いないんで、上空へ逃げて。まあ、もうちょっとで壊れるね。今回は結構簡単に、サクッと。つまり、その、あ、いた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 。ほら、あの辺を狙っていく。ほら、倒す倒す。いいね、美味しい。めちゃくちゃ美味しいぞ、これ。さあ、つか一度もやられてないんだが。飛行機に乗ってから。この辺に今いたか？よーし、倒した。いや、もうね、もう、上なんて気にしてられないからね、砲兵からしたら。さあ、一人やった。もう一人いないか？いないね。これ楽なの、もうね、ずっとこの方法で戦ってんだけど。毎回、もう上からバカバカ、キル取り放題でね、なんか楽しいんだよね。今、ちょっと赤く光ったけど、いないか。なんで、この方法おすすめですね。市街地戦で上空から攻めるって言ったら、もうほぼこれしかないね。まあ、低空飛行やってもね、絶対にぶつかるんだよね。あ、つか、もう倒せんじゃねえの、あれ。もういけんじゃないの、これ。おー、キラシ入った。なんかに当たっている。さあ、シールドを剥ぐんだ。あ、来た来た来た、いけるいけるいける。お、やったか。おお、勝った。はい、3位。スコア的には3位だけど。あ、結構でもキルはしてるね。10キル。まあ、つかめっちゃ終わんの早いな、今回。さあ、MVP。お !7 キルストリークに MVP 飛行機で入ってますね。どうよ、これ。飛行機で MVP に入るって。入ってな感じでね、飛行機の乗り方でした。